中国国際貿易センターは中華、人民共和国北京市浅比区に位置するビジネスセンター。略称は国防北京の新たな都心である北京 CBD 内の建国門外大街と東三環路の交差点に面する位置にある。オフィスビルや高級ホテルや国際展示場が立ち並び、改革開放後の北京でも最も早くから。 多国籍企業や高級な商店が集積した場所でもある。国棒は市民の間では高級ショッピングセンターとしても有名で幹線道路である建国門外大街と東山間路の立体交差は国棒にちなんで国棒橋と呼ばれている。この地区の建設は対外貿易経済合作部に属する企業とマレーシアの各種兄弟集団に属する香港企業。 ケリーグループの共同投資により、1985年8月に始まった。1990年8月30日に第1期が完成し、北京の新都心の象徴となった。2009年には、北京市内で最も高い超高層ビルである、中国国際貿易センター第3期が完成した。中国国際貿易センターには12ヘクタールの土地に、 総建築面積56万平方メートルの建物が建つ。建物の内訳は、オフィスビル、ショッピングセンター、北京を代表するホテルである5つ星ホテルの中国大、反転4つ星ホテルの国防半店高級マンション、国際展示場などである。このビジネスセンターを運営する中国国際貿易センターは1999年初頭に、 上海証券取引所に上場した。中国国際貿易センターのオフィスビルには国、防大化1座、国防大化2座、国防西楼、国防東楼があり、これだけで総面積は17万平方メートルを超える。欧米や日本などの有名企業も多数この地区に拠点を置いている。最寄り駅は、北京地下鉄1号線と10号線の国貿易。ありがとうございます。